どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ニューヨーク旅行で、役に立つアプリを紹介させていただきたいと思います。で、こちらのアプリは、実際にね、私も現地で使っておりまして、まあ、役に立つというか、まあ、入れとくとね、まあ、便利に使えますよということで、まあ、今回ね、動画にさせていただきたいと思います。で、まあ、私もね、ニューヨークにもう10回以上行って、まあ、ニューヨークが大好きでね、こういうチャンネルを開設して、まあ、ニューヨークの動画もね、上げさせていただいております。で、まあ、一番最初になんですけども、Google と Google マップ、Google 翻訳。この3つ、まあ、これ3点セットでね、覚えておいてほしいんですけども、まあ、まず Google はいいですよね。現地で調べ物、まあ、お店等々ありますけども、そういう時にね、Google 利用しますよね。まあ、それはまあ、まあ、皆さんわかると思うんでいいんですけども、次に、Google マップ。Google マップの場合、ニューヨークはね、Google マップ完全対応しておりまして、電車のルート、電車とバスのルート、で、あと、目的地の営業時間まで対応してるんですね。だから、今の時間に、どこどこ行こうって検索して、まあ、お店入れますよね。そうすると、ルートと一緒に、今このお店が営業時間中か営業時間中じゃないかもね、ちゃんとアプリ上で教えてくれます。これすごいですよね。私もやってると思って検索したら今やってませんみたいな情報を携帯でスマートフォンでね表示されて、あ、実際調べたら営業時間外だったみたいなこともありますので、まあそういう意味ではね、もし行こうっていう時はとりあえず一回調べておくのも手かもしれないですね。で、それに合わせて、Google 翻訳ですね。Google 翻訳は、まあ何が便利かっていうと、レストラン等でメニューを見る際、まあ、英語が得意な方はいいんですけどね、私みたいに英語が達者じゃない人からすると、まあ、これが何書いてあるか分かんなかったりしますよね。まあ、直訳でちょっと分かりづらい部分もちょっとあるかもしれないんですけども、まあ、スマートフォンでね、こうやってメニューをかざすだけで、この画面にね、翻訳された、日本語に翻訳された画像が出ます。こうやって映す。すごい便利ですよね。そういう意味では、Google 翻訳ね、ぜひ入れてニューヨーク行かれることをお勧めします。まあ本当に英語が達者じゃない私のような人からすると、すごいね、とても役立つアプリとなっております。で、次に、チップコールっていうね、アプリがあります。まあこれは補足ぐらいに考えておいてください。まあニューヨークはね、チップが必要で、基本的には 15% から 20% ぐらいをレストランで支払う。ってことになってるんですけども、その場合にね、まあ、基本的にレストランは、私の動画でも結構言ってると思いますけども、税金、8% か 9% ぐらいね、税金が絶対かかります。それを2倍すればだいたい 15% から 20% の間ぐらいになるんですよね、チップの。ですので、レストランの場合はね、タックスを2倍、タックスっていう欄が絶対レシートにありますので、タックスの金額を2倍にしてプラス合計額に足して支払うみたいな感じで基本的に済ませられますので、まあそれは一つの知恵としてね、皆さん覚えておいてください。まあそれ以外のタクシーとかね、まあタクシーも電光掲示板ってタッチパネルがね、向かいのところどっちかに絶対あると思うんですけども、そちらに表示されれば別にいいんですけどね、表示されなかった時にね、まあ入れとくと、そういう時にね利用できるかなっていう感じですね。まあそれ以外にね、まあチップでもああいうことってあんまりないと思うんですけども、一応ね、心配の方は入れていくことをお勧めします。で、次に、リズイっていうんですかね、RESY っていう、まあ画像はね、ここに出しておきますけども、こちらはレストラン予約アプリです。で、こちらの、リズイの特徴っていうか、これを私が紹介するのはですね、ティファニー本店ありますよね、ティファニー。まあ、ニューヨークは本店なんですけども、そこにね、2年前ぐらいからだったかな、カフェが併設されて、ティファニーで朝食が食べれるんですよね。まあ、それも結構ね、映画にもなっている通り、やはりすごい人気なんですよね、ニューヨークでも。まあ、観光の方がほとんどだと思いますけども、すごい人気なんですよね。で、そのリジー、まあ、リジーってちょっと読み方合ってるのかわかんないですけども、このアプリじゃないと、すいません。そのアプリじゃないと、そのお店予約できないんですよね。で、本当にそれを1点だけ
私としては、もう一つね、レストランアプリあるんで、私はそっちでいいんじゃないかなと思うんですけども、そのブルーボックスカフェが予約できるのはこのリディのみになっておりますんで、もしね、ティファニー本店で朝食を食べたいっていう方はね、こちらの、アプリを入れて、で、ブルーボックスカフェを予約していただくっていう形になります。まあ、ブルーボックスカフェに関してはまたね、別の動画をね、利用させていただいた際に出そうと思ってるんですけども、予約すごい人気なんで、もし利用したいっていう方は、2ヶ月前だったかな。予約開始、ほんと5分ぐらいで埋まるらしいんで、このリジーのアカウント、あとクレジットカードの登録等々全部済ました上で、20日か30日前に予約開始しますんで、その日を狙ってね、アクセスして予約するみたいな感じで、スタンバイして予約させることをお勧めします。で、次にですね、オープンテーブル。オープンテーブルも、レストランね、予約サイトです。で、まあ、何がいいかというと、事前に予約をわざわざね、ネット等々でしなくて、もうそのオープンテーブルのアプリでね、どこどこ何時にこのお店予約みたいな感じで、予約することができるので、で、アプリの中でね、そのまま予約できますんで、まああとはもう当日行くだけで済みますんで、そういう意味ではね、オープンテーブルもとても便利なんで、入れておくことをお勧めします。で、ニューヨークでね、レストラン、予約ができるレストランしかもちろんできないんですけども、ステーキ屋さんとかだと本当にベンジャミンステーキとかウルフギャングとかね、結構有名な、ステーキ屋さんも利用できますので、ちょっとね、ピータールーガーとか、ウリマルディーズとか予約できないお店はね、対応してないんですけども、まあ、予約できるお店でね、もし利用したいお店があったら、まあそこで一回検索してもらって、まあ予約、私も一回利用させていただいたんですけども、非常に便利だったんでね、もう本当にネットで予約して当日行くだけみたいな感じだったんで、まあそういう意味ではね、とてもおすすめのアプリとなっております。で、最後にですね、Today's Tix って皆さん、まあ多分知ってる方は少ないかもしれないんですけども、チケッツって皆さん聞いたことありますかね？ニューヨークのミュージカルのチケット売り場なんですけども、そちらは、チケッツは基本的に格安、当日のチケットですね。当日と翌日だったかな、の、ミュージカルのチケットがね、買えるものなんですけども、5時、まあ時間変わってないと思うんですけども、5時にそこに並んで、チケットを買って、で、また7時か8時か、まあその会場の、ミュージカルね、時間に合わせてその劇場に行くみたいなものなんですけども、わざわざね、これた、ニューヨークマンハッタン内のそのチケッツっていう売り場に行かなきゃいけないんですよね。やはりちょっとこの時代にね、わざわざ、予約しに行くっていうのはね、結構時間の効率的にもったいないので、この Today's Tix っていうのは、アプリ内でミュージカルのチケットが抑えられるアプリなんですよね。で、支払いまでこのアプリの中で完了する。ですので、もう当日、その予約した日に、その劇場に行って、この Today's Tix の予約番号を持ってね、行って、あとは、その係員の方に、声かけて入場するっていうことなんで、まあ、すごい簡単ですよね、流れとして。そういう意味では、わざわざね、チケッツでわざわざ、並ぶのもね、ちょっともったいない、時間がもったいないんじゃないかなと、個人的には思います。ですので、もしよかったらね、こちらのアプリでね、全部完結して、当日行くだけみたいな感じで利用することをお勧めします。で、まあこれアプリとは関係ないんですけども、じゃあ、ミュージカルって日本から抑えられないの、まあ、予約ですね。できないのかすると全然できるんですよね。で、先ほどの Today's Tix っていうのももちろんできるんですけども、日本の会社を経由して予約することはできませんかって思いますよね。できます。ですが、とても価格が高い。とてもまでいかないですけど、価格が結構高いです。やはり仲介会社ということで、まあ手数料もね、入りますんで、一応ね、概要欄に、ベルトラ、私がいつもね、夜景ツアーとかで利用しているツアー会社、リンク貼っときますけども、基本的に結構値段はします。
もちろんそのトレジティックスだったり、現地で買わなきゃいけないチケットだったり、そっちの方がはるかに安く、抑えることができます。ですので、まあ日本のね会社を経由して予約したいっていう方はね、そのベルトラで予約するのも一つの手かなと思います。まあもし安さを求めるんであればチケットが一番安いんかもしれないですね。それではね、次に SNIC サブウェイというアプリ。まあアプリというか、私はどっちかというと、地下鉄の路線マップみたいな感じで利用しているんですけども、地下鉄の、ニューヨークの地下鉄、MTA の地下鉄の全体のマップがこのアプリだと見れるんですよね。全体が見れると何がいいかというと、JFK 空港から、到着した時に、マンハッタンまで私は基本的に電車で移動することが多くてですね、その際に一番最初に見るのはね、やはりニューヨークの地下鉄マップかなっていう感じなんですよね。ですので、まあ、Google マップ等々でね、調べるのはもちろんなんですけども、調べて乗車して、そこで、合ってるかどうかを後追いで確認する。みたいな感じで、こちらのアプリで地下鉄マップを利用しています。まあ、ちょっと本来アプリの使い方としてはね、おすすめアプリっていうか、おすすめ地図なんですけども、ガイドブックとかのね、地図を持ち歩くと、やはりかさばりますんでね。まあ、私のおすすめとしては、まあ、これでいいんじゃないかなっていう感じです。で、次に、Uber、Lyft ですね。まあ、こちらも皆さん知ってる通り、タクシーの配車アプリです。で、私もね、たまにしか使わないんですけども、まあ、ニューヨークはね、白タクと言われる、非正規タクシーのぼったくりが結構多くてですね、今もすごい、今でも全然あります。ですので、基本的に、空港ですね、ニューヨークの JFK、もしくはニューワーク、あとラガディアもあるか。まあ、日本から直行便はラガディア出てないんですけども、まあ、どこのね、空港に行かれるかは、まあ、乗り継ぎ等々でね、変わってくるかなと思いますんで、まあ、基本的にこの空港にはね、全部いますんで、白タク。気をつけてくださいね。まあ、そういう時、それをね、そういうぼったくりに合わないための Uber、Lyft っていうのは、もうアプリ内で、決済が終わる。タクシーの運賃の決済が終わるということですので、まあ、呼んで、もう利用して降りるだけ。で、決済アプリを通してクレジットカードで支払うみたいな感じなんで、現金でね、あ、現金じゃない、現地でね、運転手の人とお金のやり取りをしないっていうのはね、まあ、会話も、まあ、ぶっちゃけしなくてもいいんですよね。まあ、そういう意味でやっぱり楽ですよね。っていうので、Uber、Lyft ね、もおすすめとなっております。まあ私自身もまあたまにしか使わないんですけども、やっぱり普通のタクシーを利用するのも別にいいんですけども、イエローキャブね。まあ現金のね、受け渡し等々しない Uber、Lyft、正直すごい便利なんで、まあこちらもね、便利アプリとして今回紹介させていただきました。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログとツイッターやっておりますんで、もしチェックしていただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。